ちゃ。こんにちは。豊さん。はい。日本シリーズの第2戦。終わったね、はい。結果は、はい、13対2でソフトバンクが2勝目を。全く雰囲気がないね。巨人に。あ、これ困ったね。まあ今日の見どころとすれば、はい、やっぱり今村と石川の投げ合いで、はい、で石川は1回と8回に失点率がすごく高いピッチャーなんだよね。だから今村がどういうふうに立ち上がりを抑えていくかっていう一つのポイントがあったわけだけども、はい、まあシュートはうまく三振を取って、はい、でまあ左キラーの川島が2番に入ってきたという、まあ警戒をしてフォアボールになったんだけど、やっぱフォアボールっていうのはね、やっぱ失点率高くなるし、ましてやその立ち上がりのまだ不安定さが残るところでフォアボールっていうのはね、まあ非常に嫌だなっていうふうに思って見てたんだよね。で柳田にインサイドに行って結局甘くなりタイムリーヒットになるわけだけど、やっぱ行くのはいいけど、やっぱ甘くなったらちょっとね、やっぱ技術が高いバッターだけに、で今村も球威がある方ではないし、だからやっぱああいう結果ヒットになって失点してしまうという。でまあグラシアルがセカンドの内野安打、吉川がエラーということで、うん、なんかこう2つのミス、まあフォアボールも1つのミスとすれば、やっぱり吉川がファーストに投げた悪送球もミスだよね、うん、まあこれで2失点目という。で絶好調の栗原がつないで1・3塁を作り、デスパイネのボテボテでまた失点と、うん、まあ3失点ということがやっぱり石川をすごく楽にしたよね、うん、でやっぱ立ち上がりのうまくないピッチャーだけに、まあ、0点でピシッと抑えて石川がマウンドに上がればちょっと状況は変わったと思うけど、やっぱ3点という余裕を持って上がった結果がやっぱもう本当に素晴らしいピッチング立ち上がりになってしまったというね、はい、で2回は甲斐のホームラン、はい、うん、まあ、ソフトバンクのバッターってもう初球からバンバン来るんだけど、なんかこう入り球っていうものをこう分かっているかのように100% でスイングしてくるんだよね。だからこれは当たったら行くよなっていうような感じで見てるんだけど、まあホームランがあって、でまあ慌てて戸郷に変えて、でグラシアルのホームランもう、そうなんだけど、1球目見逃したんだよね、甘いインサイドのボールを、はい、え、まっすぐ待ってなかったのかなっていう、そういう思いがあったので、大城はおそらくボールにしろっていうサインでスライダーを要求したんだけども、まあまたそれが甘く入ってスライダーをホームランという、うん、待ってたボールを甘いボールで打たれてしまうという、もう本当にこう負の連鎖というか悪循環がこう重なった、うん、まあ立ち上がりでね、うん、で3回終わって6対0、はい、もうなんかどうしようもない、見てる人たちもソフトバンクのリリーフ陣を考えたら、まあ石川の出来もそうだけど、これはとても追いつかないぞっていうような、もうそういうもう3回までの、はい、だからもう3回まででも勝負ありだよね、もう流れも完全に、だから雰囲気すらないじゃない、はい、ちょっとこれは困ったなっていうふうに思ってたんだけど、まあその時に感じたのはやっぱこうどうやって抑えなきゃいけないかというと、やっぱカウント球と勝負球を完全に変えてしまう、うん、例えば柳田がグラシアルのホームランを引き出した前にヒットを打ったんだけど、でフォークで空振り取ってフォークで勝負に行った、それを拾われてヒットにしてる、だから1回見たボールっていうのはやっぱ打たれる確率、バットに当たる確率っていうのはやっぱ技術が高いバッターがたくさんいるだけに対応してくるんだよね、そういうボールに。だから1球も見せてないボール、うん、その打席で、うん、それを取っといて最後の決め球にそこをもう集中して投げる、そしたら対応もなかなかね難しいと思うんだよね、うん、打者の心理からするとね。だからそういう風な配球もしていかなきゃいけないのかなっていう風に思うよね、うん、普段あまり見たことのないようなエラーだったり、うん、まあそうだよね、ジャイアンツの雰囲気であったりも全然こう、うん、
だからずっとソフトバンクが優位、まあもちろん先取点を取ったりとか、うん、いろいろこう石川もテンポが良くて自分のペースで投げてるし、一方ジャイアンツはフォアボールがあったりだとか、うん、まあボークがあったりだとか、まあミスが出たりだとか、まあ岡本のまあ例えば、はい、まあ難しいけどね、はい、難しいけどもやっぱグラブに当ててるんだったらやっぱ取ってほしいし、はい、まあその後内野安打を打たれて、そうですね、その後に満塁ホームランでしょ、はい、あの満塁ホームランでもさ、その前のデスパイネは犠牲フライで、ああ犠牲フライかっていう惜しんでんだよね、うん、ホームランできたじゃんって、なんで犠牲フライで終わっちゃうのみたいな、それが打ち直したのがホームランなんだよね、うん、次の打席かなんかに、うん、考えてることがさ自由にやらされてるっていうさ、うん、だからどん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 やっぱ落ち込んでいくし、まあ打った方も見事なんだけどね、うん、引っ張るつもりがなく外野フライを最低でも打ち上げに行く、ホームランも右に打ちに行く、だからもう狙い通りにやられてるという、だからまあ そこら辺の、まあ、さっきも言ったように配球も考えていかなきゃいけないということもあるよね。まあ巨人の方ではさ、まあ、チャンスは作るけど、やっぱ6回に入るとさ、やっぱ丸に香山持ってくる、はい、ね、亀井に変えて石川出したらすかさず高橋嶺が出てくるという、もう豊富なんだよね変則のピッチャーが、はい、でまあ田中を送って、そしたら1コマ1人選手をもう失うわけじゃない、はい、戦力が、うん、で田中がフォアボールを取って満塁にするわけだけども、あれだけやっぱビハインドで打席に立った中島カウント作ったよ、うん、3ボール1ストライク、はい、打ちに行くのか待つのかすごく悩ましいんだよね。で高橋嶺も不安定だったし、その前のバッターがフォアボールだったから、自分も押し出しのフォアボールを取れるんじゃないかっていう、そういうこともあり、ちょっと消極的になっちゃったんだよね、うん、でフルカウントになって、それまでインサイドインサイドインサイドずっと来てたのが最後の球だけ外に来るんだよね。だからと思って振ったのが空振り三振という、まあ、さっき言ったけど逆に、だから一球も見せてないボールをコースでもいいよ、そこを勝負球に持っていくとバッターって意外と抑えられる確率が高くなるということ、うん、そこをじゃあ変えるだけでもだいぶ変わってくると思うよ。ただね、ソフトバンクのバッターって左バッターは一塁線一塁のファールグラウンドに初球からパーンっていい当たりでファールを打ちに行くんだ、うん、で右バッターは三塁線とか三塁側に引っ張ってファール打つんだ。これどういうことかというと、やっぱポイントがしっかり前にあるということだよね、差し込まれてないタイミングが取れてるっていうことなんだよね。だからあやっぱすごいなと思って、一方巨人の方はどうかっていうと反対方向にファール、うん、大体遅れてる差し込まれてるということかを考えるとさ、もう一回ポイントの見直しをしとかないといけないよね。ただこのままではもうスイープされる、うん、4連敗ということがもう雰囲気がないから全然、はい、だから何かを変えていかなきゃいけない、はい、で何かを変えるかって何を変えればいいんだっていう、はい、バッターは打てない、ピッチャーは炎上する、じゃあどうするかって、なんか秘策は、いやだからまあ例えばさ歴史上にね、はい、こういうことがあれば日本シリーズでも、はい、それを紐解いていって、うん、このチームはこれをやったと、うん、で雰囲気がガラッと変わったっていう歴史上ないんだよね。俺がずっと日本シリーズを見てきて、これだけ雰囲気が相手に流れてて、なんか蛇に睨まれたカエルがいて、うん、もう身動きができなくてっていうような状態が今巨人だと思うんだよ、はい、だそれを変えるっていうのはものすごい至難の技だけど、うん、だけどやっぱウィーラーが元気だよね、今日のホームランも含めて、はい、昨日も今日も打点はウィーラーだけしかないよね、はい、だからもう本当にあのウィーラーを上位の方に上げて、はい、でやっぱり 1,2 番が出塁しないことには、はい、やっぱ活気づかないし、はい、だからウィーラー1番でもいいかなっていうぐらいの、うん、もうねなりふり構ってらんないし、はい、それぐらいのこう変化、はい、が俺は必要だと思うけどね、うん、
でピッチャーは今日もそうなんだけど大江と高梨だけはゼロに抑えてるんだよね。うん、でやっぱりどんないいバッターたちでも変則にはやっぱ手こずるということなんだよ。うん、でオーソドックスなピッチャーっていうのは数多く対戦してるからその中で対応が効いてるんだよね。ただその変則というピッチャーはやっぱり苦しむ、はい、まあ、丸が香山に全部スライダー4球スライダーで三振を取られたように、はい、いいバッターたちでもやっぱ変則って困るんだよね。だから突発的なことをするんだったらもうオープナー、はい、もうあの1イニングずつもうピッチャー変えていくっていうようなさ、もうそれをやり通すとかね、はい、で変則だけは2イニング投げさすとか、はい、菅野をもうリリーフから第二先発にしちゃうってもうフル回転で使うとか、やっぱそのぐらいこう突発的なことをやらないとやっぱ変わってこないと思うよね。オーソドックスにあの戦っててもやっぱこれはねやっぱこう力の差も少し感じるし、でもそれをひっくり返そうとすれば短期決戦だけにこれ1シーズン戦うわけじゃないから、あと4試合をどう勝つかっていうことを考えればもうそういうことしかないかなっていうふうに思うよね。ジャイアンツの負の連鎖から抜け出すには、うん、やっぱりそういった変化だったり、もう変化だったし、はい、やったことのないようなことをやっていかないと、うん、これはやっぱりまともにやってても無理だと思うしね、はい、で、まあ昨日の動画は第2戦は動いてほしいって言ってるけど、もう動く暇も与えなかったよね今日。だって初回3点3回までに6点取られたらさ、はい、もうランナーが出たって動くよ、うん、動きもできないよ、はい、で屈辱的なのはさ、やっぱ守備固めも確かにあるかもわからないけど、レギュラークラスを全部下ろされて、うん、それで戦われたという日本シリーズで、うん、はい、これはやっぱジャイアンツのプライドっていうことを考えるとやっぱ怒っていいよね。そうですね、うん、だからそのやっぱプライドをくすぐられたみたいな、そんな怒りでね、怒りとかもう相手がどこでも誰でもいいんだと、もう自分たちの野球をやるんだみたいな、もうそういう強い気持ちでやっぱ戦ってほしいな、はい、なんかこうシューンとして戦ってるような感じ、はい、雰囲気が伝わってくるんで、だから本当に元気を出してね、はい、まあ、とても静かな感じなのでね、うん、あと一つ負けれる、はい、って考えれば、はい、もう破れかぶれでさやってもいいじゃない勝ち方格好なんかいらない、はい、だからもう本当に奇想天外の野球を期待してますよ、はい、ね、まあ第3戦は予想ではムーアとサンチェス、はい、ね、にはなってるけど、はい、まあ奇想天外なことをちょっと期待をしたいなっていうふうに思います。